はい、今から2週間ボリュームを保てるトリートメントをします。その後ブローします。いや、洗っても平気なの？大丈夫、2週間は大丈夫だよ。なんだ、ゴムスルをよくして、それからブローします、はい、面白いちゃんよくすることによってね、トリートメントが染み込んでボリュームがね保てますからね。はい、だからよくこむすりをして、80になっても毛染めしてない人もいるけどね、そういう人はどういうかね。めんどくせんかね。違うよ、知らんがねえんだよ。あ、いるんだよね。すごい、すごい人いるんだよ。ねえ。中にはね。いるん。うん。すごいよね、そういう人は。80になってもなくて、70な、人も染めてない。すごいね。2人いるの、友達。あ、すごいな。すごいね。うん、私なんかまつげ、ここまで知らんがんだけど、なあちゃんさんね、不思議だよね。やだね、ほんとね、よし、まつげまで知らんがんだって、はい、なるほど、それいいかね。だから、まつげがさ、いっぱい見えるんでしょ、あるんで、まつげ、長いまつげが、なんかね、
まあ若い子が体操だよね。まあ若く見せたい場合は行かなきゃいいか。そう、私なんかあんた中5選手だと、はい、これが3000円で割るべきだからしてくれるかいって言われてるんだよ。ああ、なるほどね。ああ、入っていない、はい、入ってる、はいはい、うん、本当だよね。松根屋だっつ。はい、ブログ終わりました。お、松根屋だと松根と、うん、なんか売るんかい、どういうのあれ。そうだよ。糊でくっつけるの簡単に言えば、うん、はい、色もちゃんと染まってますね。うん、でもすぐ取れるんでしょ。